越後湯沢に雪山移住して毎日滑り放題。こんにちは、内科部チャンネルです。リフト券の値上がりが去年よりヤバすぎて頭を悩ませている皆さんに伝えたい。本日は苗場神楽をはじめとしたシーズン券の情報が出揃ったので詳しくご紹介します。このチャンネルを登録しておけば越後湯沢の最新スキー場情報が丸わかり。番組の最後まで耳寄りな情報があるのでどうぞラストまでお付き合いください。今回はシーズン券 VS 1日券ということで損益分岐を中心にお伝えするのですが、はじめに言っておくとシーズン券にはお値段以上の価値が内包されています。それは券売に並ぶ必要がなかったり駐車場代が無料になるメリットです。このチャンネルをご覧の皆さんの中には重度のパウ吉もいらっしゃるでしょうが、特に券売に並ばなくて良いということはパウダー争奪戦ではアドバンテージです。また今年から電子ゲートになるとのこと、初回の来場以降はきっと快適になりそう。さて以前の動画のおさらいですが、今年の苗場神楽はリフト券値上げです。苗場神楽早割1日券が800円アップの2枚で1万円になったので1枚5000円。定価だと共通券が9000円になります。神楽単体では定価7500円の予想です。続いて苗場神楽のシーズン券ですが、まさか2年連続値上げで去年より1万円アップ。苗場神楽八海山共通が早割で9万9000円、2年前と比べて1万4000円の値上げ。苗場単体では3000円アップで7万3000円、神楽単体では4000円アップで8万3000円。ちなみに八海山が一番値上げしていて5000円アップの5万2000円でした。さてそれでは損益分岐点を考えましょう。マウント苗場早割リフト券が2枚で1万円、苗場神楽八海山のシーズン券は単純計算17回行くならリフト券よりお得。ちなみにシーズン券で駐車場が無料なので3回分くらいお得な計算になります。もしくは神楽で14日滑るなら単体シーズン券を買った方が安い結論。苗場スキー場の人なら12回行けばシーズン券とリフト券でトントンくらい。パウダー狙いで1月2月の土日を中心に滑り行く計画なら元が取れそうですよ。ちなみに神楽は強風運休がよくあるので苗場八海山をつけても損しないでしょう。続いてプリンス共通シーズン券と比較、2万円の値上がりで今年は12万円です。苗場神楽シーズン券より2万円高いけどカルプリ3回行っとけば元が取れる計算。というわけでプリンス系で20回滑るならプリンス共通シーズン券が買いでしょう。まあ11月から5月まで営業してるので20回は割と余裕でいけそうですよね。ちなみに内科部派プリンス共通券で去年は130日滑ることができました。駐車場代より安いまさかの1回1000円以下。あなたも無職に転職して滑りまくりませんか。最後に重要な情報になりますが、プリンスシーズン券は1日だけの限定販売。10月1日9時から10月2日9時までの販売。あらかじめ会員登録して確実にゲットしよう。皆さんは今シーズン何日滑りますか？今年のプランをコメントで教えてね。このチャンネルを登録しておけば越後湯沢のスキー場状況が丸わかり。情報お役立ちになりましたら、いいね、チャンネル登録お願いします。